浩宮様をお迎えした超満員の東京球場。7月19日年に一度の夢の球宴オールスター第一戦、始球式の高橋君は愛嬌も胴に行った11歳の豆スター。スターが打ち、スターが走る。パ・リーグの首位を突っ走る近鉄勢の活躍で興味尽きない試合となりました。5回表、セントラルの4番バッター、中日江藤の一撃は豪快なホームラン。王を迎えて形勢逆転、セントラルの4対1とリード。その裏、東映張本のセンター前ヒットでまたまたパシフィックが逆転。ファンサービスも凝ったもの、史上初のカナダ兄弟の対決となりました。弟の速球に兄はあえなくセカンドフライ。打ち取られてもご機嫌なカナダです。近鉄鈴木の力投で接戦の末、7対6とパシフィックは初戦を飾り、2勝1引き分けとなりました。